はいこんにちはレトスのノです7月27日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます今年の合格を目指すための短期集中実力アップ講座の募集が残り4日で終了となります今月末で終了となりますもし今年の合格を本気で目指しているでも実力がついていない そのように思っているのであれば、今から逆転合格を目指しましょう。これまで卓球の勉強したことがない人が、この短期講座を使って、たった3ヶ月で一発合格した実績もあります。まだ今からでも間に合います。今年合格するのはあなたです。一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。それでは本日の3問に入っていきます。AB 間で金銭消費対策契約が締結された、借り主 B は 期限の日に返済のため、電車で A の自宅に向かったが、人身事故などの影響により、期日に返済することができなかった。この場合、B は債務不履行を免れる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはツですね。B は債務不履行を免れることはできません。金銭債務の債務不履行では、 不可抗力、えー。大地震だったりとか津波とかが原因だったとしても免責されないんですねで。今回の人身事故っていうのも、まあ、不可抗力の一つです。つまり、天災などの理由によって期日に返済することができなかったとしても、債務不履行、履行地帯になるんですね。よって罰だということです。ちなみに、金銭消費対策って何かというと、簡単に言えばお金の貸し借りの契約です。そして、金銭債務。 これ何かっていうと、例えば借りたお金を返す義務だったりとか、商品を買ったことによる代金の支払い義務。これらが金銭債務ですね。お金に関する債務っていうイメージです。あとですね、賃料債務もそうですね。例えばアパートを借りましたって言ったときに、アパートの借り主は賃料を大家さんに払う義務あるじゃないですか。その賃料債務もお金に関する債務なので、金銭債務に当たります。 で宅建試験っていうのははっきり言って勉強の仕方、覚え方、まあ、理解の仕方も含めますそれが分かれば合格できるんですねで今回も金銭債務え簡単に説明しましたけれども難しくないですよねでもほとんどの解説書っていうのが分かりづらく書いてあるんですよもしくは書いてなかったりでこれだとですねもう自分自身で別途調べなきゃいけないってなっちゃうので面倒くさいし時間かかるし結局調べれなければ理解できないまんまになっちゃうんですよね まあそうなるるとやははり合格するのは難しいですでレトスの短期講座ではできるだけ分かりやすく解説して短期間で合格力をつけていただけるようにしていますなので勉強しても理解できないなという方は是非短期講座で一緒に勉強しましょうまだ今からでもあなたに今年合格していただく自信はあります一緒に勉強して今年の合格を目指しましょうで問い2ですね37条書面です 貸主である宅地建物取引業者 A が借り主と事業用建物の賃貸借契約を締結した場合 A は37条書面を作成した上で借り主に交付しなければならない丸かツかという問題ですねで答えはどうなっているか答えはツですね自ら賃貸する場合は宅建業法の適用ってありません つまり貸主 A さんっていうのは借り主に対して37条書面を交付する義務ってないんですね。宅建業者が売買や交換でえ契約の当事者である場合、例えば売り主だった場合ですよね。飼い主だった場合もそうです。その場合は相手方に対して37条書面を交付しなければいけません。売り主業者であれば、飼い主に対して37条書面交付しなければいけないし、飼い主業者であれば、売り主に対して37条書面を交付しなければならないということですね。 でも、宅建業者が貸借の当事者である場合、つまり貸主だったり借り主だったりする場合ですね。今回の問題っていうのは貸主なんです。貸主っていうのは相手方に対して、つまり借り主に対して37条書面の交付義務ってないんですね。まあ、これは先ほど言った通り、自ら賃貸をする場合は宅建業法の適用がないからなんですね。 貸主業者 A は借り主に対して37条書面を交付する義務はないので罰になるということです。これは重要ポイントなんで必ず頭に入れておきましょう。で、問い3ですね。建築基準法です。建築主は木造以外の建築物、延べ面積200平米について新たに増築して延べ面積を250平米とする場合、建築確認を受けなければならない。円丸かツかという問題です。 答えは建築確認。受けなければなりません。で、今回問題文では木造以外の建築物って書いてあるんですね。で、木造以外の建築物っていうのは、まあ、非木造建築物なんですけども、この非木造建物っていうのは、例えば、鉄筋コンクリート作りだったりとか、鉄骨作りとか、まあ、そういったものですね。そういったものについては、延べ床面積200平米超、もしくは2階建て以上、どちらか一方に該当すると、 新築したり増築したりする場合に建築確認が必要になってくるんですよ、まあ、今回増築の場合なんで増築後の延べ床面積で判断します、まあ、今回増築後250平米となってますので200平米を超えてますよねしたがって建築確認は必要ですで、まあ、この問題っていうのは語呂合わせを使ったら簡単に解ける問題なんですねなので短期講座ではこの語呂合わせをお伝えをしております覚えるのが苦手という方はこの語呂合わせをぜひ使ってみてください はじめにもお伝えをした通り短期集中実所カップ講座募集終了まであと4日です効率的な勉強ができれば今からでも間に合います今年絶対合格したいもう来年は勉強したくないそういった方はこの下の概要欄から短期講座の詳細をご確認くださいお申し込みもそちらから行えます今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの者でした